アテスト MC 海老原由香コースデビューへの道ファイナルということで、桃先生ついにこの日が来ちゃいました。そうですね、私も海老さんのコーチとして緊張しています。そうですよね。そうなんです。そして今回協力していただくのはこちら千葉県市原市にあります森永高滝カントリークラブ。以前にはあの樋口久子森永レディースが開催されたトーナメントコースなんです。この雄大な景色と隅々まで整備されたコース、本当に素晴らしいですよね。そうですね、綺麗ですね。はい、それでは早速コースに出てみましょうと言いたいとこなんですが、はい、海老さん実はスタート前には練習が超大事なんです。練習ですか。はい、はい、では早速ついてきてください。はい、ついてきます。黄金世代の三浦桃香選手をコーチに迎え、コースデビューに向けゴルフのいろはを学んできた海老桃レッスン、いよいよその成果を示す時。竹下さんをギャフンと言わせたい。ここはドライビングレンジになります。スタート前にプロもアマチュアも関係なく練習する場所です。なるほど。さあ海老さん、はい、ここで何のクラブから練習したいですか。ドライバーです。ドライバーからいいよって言いたいとこだけど、ダメにもです。ダメなんですか。そうなんです。まずはアプローチからどんどん上のクラブから上がってってスタートしていきましょう。ラウンド前の練習では短いクラブから打つべし。その理由とは？これどうして短いのから打ち始めるんですか？目標に定めて打っていくことでコースに行ってから不安がなくなります。やっぱりコースに行くとぐっと狭くなるので、狭くなってあ狭いって思うよりも練習場から狙いを定めることでこう免疫をつけるみたいな感じですね。まずはサンドウェッジから。ピッチングウェッジ、本当だ、そして7番アイアン。おお、いいですね。お、ナイス。最後にドライバー。え、すごい。おお、すごいじゃないですか。短いクラブからコースの幅を想定し、狭い範囲を意識して打つことがポイントです。すごい。桃先生、はい、コースこれで回っていいですか。ちょっと待ってください。はい、実はもう一つ大事なのがあるんです。まだあるんですね。パターがあるんですよ。はあ、行きましょう。はい、さあ海老さん、パッティンググリーンに来ました。はい、まず何から始めたらいいですか。そうですね、自分の振り幅でどれだけ転がるかを確認するために、うん、肩幅の位置で振り幅確認して、それで何ヤード飛ぶかっていうのと、その後に肩幅の倍を振ってどれぐらい転がるかっていうのをちょっとやってみましょう。肩幅の振り幅でグリーンのスピード、距離感の基準を知る練習。早速私も実践してみました。スタンスを取って肩幅でストロークする。これくらいってことですね。はい、そうですね。いきます。はいはい、おお、結構転がりますね。結構いった。そしたら次は肩幅の倍、これいきます。はいはい、おお、結構違う。結構違いますね。てかすごい転がりますね。すごい転がりますね。ね、じゃあその肩幅から何歩か、ここからボールまで何歩か歩きます。せーの、1、2、3、4、5、6、7歩。じゃあこれは1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11歩ってことは肩幅で7ヤードで、うん、ここで18歩とか18ヤード転がってるってことです。だからロングパッドは18ヤードぐらい、18歩だったらこれぐらいっていうのが分かるし、ここでだいたい7歩だってことが分かったので、うん、肩幅のストロークは7ヤード、その倍の幅は18ヤード。パッティンググリーンで振り幅と距離の基準を作ることでコースに出た際グリーン上での迷いをなくすことができるんです。桃先生、はい、もうここまで練習しっかりしたらもうコース行っていいですか。そうですね、じゃあ行っちゃいましょう。行きましょう。レッツゴー。レッツゴー。この後は海老桃レッスン、ついにコースデビュー。皆
ショット連発。イエーイ。さあティーイングエリアやってきました。やってきました。先生、今日の目標はどうしたらいいですか。そうですね。今からパー3、パー4、パー5の3ホールだけをラウンドするんですけど、はい、3ホールのパープレーが12になるので、12のダブルパーとして24で目標で頑張っていきましょう。わかりました。竹下さんをギャフンと言わせたい。頑張りましょう。はい、それでは早速コースレビュー行っちゃいましょう。行きましょう。ということで今回は森永高滝カントリークラブのインコース10番、12番、13番をプレー。目標はパー12のダブルパー24に設定。もちろんレディースティーからの挑戦です。まずはスタートホール10番286ヤードのパー4。特徴的な左ドッグレッグのホールで、セカンド地点からはグリーンまではやや打ち上げ、ハンディキャップは16と比較的優しめのホールです。先生、最初はドライバーでいいですか。そうですね、はい、ドライバーでいいかと思います。はい、このホールはあの左にドッグレッグ曲がっているホールなので、まずはあの真ん中の黄色い三角形のあたりを狙ってしっかり打ってみてください。わかりました。じゃあでは素振りをして、あー緊張する。うん、よし、行ってみましょう。行きます。はい、うおーすごい、うおーすごい、どうだ。あ、でもちょっと左だけど、バンカーに行ってるかも。バンカー入っちゃいました。バンカー入ったけど、すごくいい当たりですね。びっくりしました。多い当たり全然見えねえぞ。上行っちゃう、こっちか。そうですね、見えなかったですね。カメラマンさんもびっくりする会心の当たり。ボールはバンカーへと行きましたが、思いっきりドライバーを振ることができました。あ、気持ちいい。やっぱ最後までしっかりフィニッシュまで振り抜けてたことがすごく良かったなと思いました。思い切りました。思い切りが素敵。ドライバーの飛距離はおよそ180ヤード。続いてセカンドショットは以前レッスン済みのバンカーショットなのですが、はい、じゃあセカンド地点来ました。バンカー。バンカー。バンカーですね。でも。これは練習したバンカーとは違って、はい、ショットのようにしっかり打ってあげてください。ただしソール、ここを砂につけることだけはダメですね。はい、そこだけ気をつけてしっかり振っていきましょう。はい、どこに出したらいいですか。そうですね、ここだとやっぱり打ち上げが強くなっているので、あの右手のバンカーの方向を向いて、今持っているピッチングウェッジでしっかり振ってあげてください。はい、これピッチングウェッジにするのは、そうですね、 S でも良かったんですけど、 S だともしちょっと砂を噛んでしまう、ちょっとダフっちゃった場合に距離が出なくなってしまうことが多いので、この傾斜だけは越えてあげたいなっていう感じで、バンカーよりも少し右でも大丈夫ぐらいの気持ちでしっかり打ってあげてください。わかりました。はい、頑張ってください。お邪魔します。うわー、しっかりショットのように振ってあげてください。でもちょっとあっち側ってことか。うん、そうですね。じゃあいきます。おーすごい、あかね、ナイス、イエーイ、すごい、はい、掃除します。今の良かったですか。え、完璧すぎてみんな驚いてる。よし、よし、すごい。ティーショットに続いてまたまたナイスショット。ナイス、イエーイ。桃先生のしっかり振っていくを意識したことで、狙い通りの位置まで運ぶことができました。もちろん
バンカー鳴らしもデビューしてきましたよ。はい、できました。ナイスです。行きましょう。行きます。さあ、グリーンはもうすぐ。しかしまだまだ油断できません。はい、サード地点残り45ヤード。はい、ちょっとつま先が上がっている確かに地点なので、つま先が上がるとどうなるかっていうと、うん、引っかかりやすい、左にちょっと行きやすいような状態になってます。ただこのグリーンはピンがグリーンよりも右側にあるので、確かにピンの方向に向いてあげて左に行っても、まあ、乗るかなぐらいの感じで、あと少しだけ短く握ってあげて打ってみてください、うんうんうん、はい、どうぞ。行きます。はい、向きはちょっと右向いてる、ちょっと向きすぎ、向きすぎ、向きすぎ、はい、これぐらい、はい、あこれぐらいでしょ。はい、いきます。行き過ぎた？いやでも乗った？行き過ぎたかも。強すぎた。あ、でも残ってます。残ってる、うん、よかった。ナイスオンです。お、悪くないですよ。よかった。すごくないこれ。行き過ぎた。私も含めアテストスタッフも驚きの連続。ピンは少しオーバーしましたが、なんとか3オンに成功です。行き過ぎたかも。強すぎた。あ、でも残ってます。今日が初めてのコースデビューなんですが、次がなんと桃先生。はい、パーパットです。すごいです。初ゴルフでパーパットってそんな人いますか。恐ろしいです桃先生のおかげで。いやいやいや、ただなんかすごく遠く感じるんですけど。そうですね、あの歩いたら23歩でしたね、はい、一緒に。たださっきの練習グリーンで歩いた倍の肩幅の倍の振り幅で18ヤードいったじゃないですか、うん、18個、はい、行きました。でこれはグリーンが下りなので、うん、さっきの多分18歩よりも若干小さくてもいいぐらいでいいと思いますよ。はい、はい、ではしっかり合わせたので信じて打ってあげてください。だいたい肩幅がこれぐらい。そうですね、ほぼだ肩幅ぐらいでいいと思いますよ。だから肩幅の倍、うん、これぐらいですね。はい、え、向き合ってんのかなこれ。大丈夫です、信じて。人生初ラウンドにして初パーパット、まさに緊張の一瞬。Weekly Golf News at Test.